JR 浜松駅前です。寒さの影響かコートやマフラーを着用している人が多く見られます。今朝は菊川市で 6.3 度、富士市で 7.7 度、静岡市清水区で 8.7 度などと、県内6つの地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。こちらは静岡市葵区井川地区の午前10時ごろの映像です。井川では今朝最低気温が 4.2 度まで下がり、標高が高い地点では雪が風に舞う風花が見られました。一方、寒さが厳しくなるにつれ、売れ行きが伸びるのがストーブなどの燃料となる灯油。静岡市のガソリンスタンドでも10月の中盤頃からだんだん寒くなってきまして、ここ1日2日は寒い日が続きましたので、そろそろお客さんの方が家庭用の灯油を購入に見えていただいています。しかし今年の灯油はガソリンと同様に例年よりも値段が高め、こちらの店舗でも先月上旬から少しずつ高騰しています。ちょっと高値が続くと買い控えっていうのもちょっと心配されるんですけれども、あったかいんでぜひ灯油のご購入をお願いしたいと思います。静岡地方気象台によりますと、寒気の影響で明日の朝はさらに冷え込むところもあり、この寒さは週明けも続く見込みです。